日本語、虎の巻。はい。始まりました。日本語虎の巻、虎ですす。巻子です。ですこのポッドキャストは、高校生の虎と、その母、巻子でお送りしております。うん。噛まずに言えた。これからこれにしよう。<laughs> えぇ、ー、やだー。<laughs> 噛むやん。違う。違う。オープニングは一回も噛まないよ。いや、しかも、エンディングもひどいしエンディングはひどいよ。 ーオープニングは、うん。お母さんのがいいと思います。怪しいよ、でも。怪しくないよ。たまに怪しい。言ったり言わなかったりで。まあいいや。で、何今日は何かあったんですかちょっとね、まあこもこの間って、この間ってでってもこの間じゃないな。うん,、まあん。まあ、んいつだ何日の話まあ忘れたけど、うん。まあまあ、まあ先日の話なんですけどね。うん。 あのね、俺たち、まあ、あの、普通に、まあ、近くのね、あの、お風呂屋さんっていうか。まあ、よく行くところですね。はい、ね、温泉って言ったらいいのかなに、はい。まあ、行くんですよ。で、まあ、そこでね、<laughs> 本当に、なんだろうね。もう、癖が強すぎる。何が<え>あなたが違う違う違う。俺がじゃない、俺じゃない、ね。あなたが癖が強いよ。あなたとュウちゃんの癖は強い。ミュウちゃんと比べるにしないで。<laughs> 一緒、一緒です。 癖の強さねえまあい,いやちょあのさそういうお風呂屋さんには基本的になんかそういう食べご飯食べることこがあるじゃないですかうん俺は最近かなうんあの豚キムチスンドゥ頼む頼むハマってましてうんそんなのね何かあったっけスンドぶ食べてるときに<う>スンドゥ美味しいよねあそこあれすぐあれすごいあそこあちゃあそこあそこあそこああそこあそあ あのて純豆腐って書いてスンドゥブって読む辛い韓国の,あのスープっていうか豆腐のスープっていうかあさりとか入ってたりしてねいやあのあそこの温泉のには入ってないけど普通の韓国のだとあさりが入ってて。 であのめちゃくちゃ辛い真っ赤なスープで豆腐が入っててお肉も入っててっていうめちゃくちゃ美味しいやつ、うん、本当にすっごい美味しいね味しいね大好き、はい、あのぜひいらしたらあの食べてみてくださいいや海外にもあると思うよあるんかいあると思うよ <laughs> 豚キムチスンドゥブ豚キムチかあそっかあそこは豚キムチだなあとは普通のスンドゥブだとなんかシーフードアサリうん、うん、アサリの出汁でやってるんでしょ要はスンドゥブって知らん <laughs> 食ったことねえもんと,と思うまあいいやそれで何ですかスンドゥブがどうしたの おい、すんどゥブ何おめえ、熱すぎるんや。ああおかしいってね、あのさ、あのね、俺もう見たことないよ。あのね、ちょ、普通にさ、なんかあったかいさ、そうそう、なんかコーンスープとかだったらなんか普通になんか湯気がふわーって立ってるぐらいで、ああ、美味しそうってなんだけど、あのさ、おかしいもん。な、もう湯気立ってるような普通なんだけど、もう、ぼーぼーぼねってさ、あのね、とんでもないことになってんだって。 知ってる知ってるえでもさスンドゥブってグツグツ言ってないスンドゥブが来たことってあるってよ <laughs> いやいやいや,いやグツグツ言いすぎなんだってあそこは言いすぎでもなんか地獄の釜みたいなのが来るもんね僕も殺しに来てるんだ、ね、そう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 完全に殺しに来ちゃってるけんあれ100度以上言ってるよね絶対に、うん、あれはねやばいよもうん あんなグツグツしたものがさ運ばれる料理って普通にあるグラタンとかも熱いじゃんあんなグツグツしんぐつグツグツしてるよね俺グラタンがグツグツしてたら俺もうあれなの食わんもん母さん多分ねあれあるわそのグツグツしてる動画あると思うなちょっと見てみマジでちょっとあのあったら今あったらちょっとアップしてみて流してるんですけどあったらアップしておきますねなんか本当にグツグツいってんだよねあでも捨てちゃったかも あるかなあれはやばいあれねなんかホ本当にあそ,こあそこちょっとなんだろうねこのおじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、あのご高齢の方とかがねあのよくあのいらしてるんですけれども <laughs> 絶対食べさせちゃダメだってあれは <laughs> <laughs> 死ぬわ本当だよあと小さい子とかが触ったりとかするともう絶対やけどするしドラムになるからなはいはいほんで何だもう何 何別にちょっと古いだけでいい温泉じゃんまあ,まあまあここだけだったらね、まあ、ただ熱々を提供したいってだけのね、まあ、すごくいいないいねまあそういうんだろうねこうお風呂屋さんっていうかねうんじゃもう一つあるんですよ何これはでもお風呂側じゃなくて風呂に来てる、うん、客だったんだけど客は、ま、なかなかだよちっあそこちゃちあのねうんすごい入り方してるやついたどういうふうどういうふう,いう,どう,いうにこの間行った時に <laughs> うん あのさ2階ってなんかこう、高いところとか、なんかそう、なんか。展望天天空の湯みたいなやつあるじゃん。展望温泉ね。ちょっと高いとこがある、うん、何一つ天空ではないけど。まあね、まあね、まあね、まあね。うん。まあ、あん階段あごって、その上に温泉があるんだよね。そう、あれね、源泉のかけ流しのやつね。ほんで、それがどうしたのあそこにね,あのね、普通に俺が入ってたんだって。うん。 ボケーっとしてたら、すごい格好っすよ、最適なんて。どういう格好温泉なんか裸でしか行かないじゃん。でしょうん。撮ったの、写真。撮って撮るか。捕まるわ。あのね、うん。ロケみたいな入り方したやつがおったロケロケみたいなやつがどういうこと ?YouTube じゃないやだってなんかね、あの、なんかさ、普通に俺ら普通に裸に入るけどさ、テレビだと映せないじゃん。うんうんうん。だからこう、タオル巻くじゃん。うんうんうん。タオル巻いて入ってきとる。あ、お風呂に あ皆さんご存知ないかもしれませんが日本の銭湯とかお風呂に入る時はあのタ,、はい、タオルを湯船につけちゃダメなんですよねなよしかも,しかもなんかおじいちゃんとかだったらさ、うん、あなんか間違えちゃったんかやとかさ、うん、まあ思うやん、うん、ゴリゴリの多分ね、うん、大学生か、うん、成人ぐらいのへ<ー> <laughs> 分かってないんだね。 温泉の入り方を嘘だろってって日本人でもテレビ見すぎてとかロケ見すぎて温泉ってそういうふうに入ると思ってんじゃないでもあれさ絶対下にテロップ出てるじゃんあの許可を得てタオルをつけたまま入るテレビの演出場ってねそうなんならその下に水着着てるでしょタオルそうでしょそうそうそう,そうへえでそれ何誰も注意しまあ注意し,してもねっいうかそういう時こそさなんかおじいさんに頼りたくならないいやそうなんか おじいさんとか言ってくれるじゃんバカ,バカうるせえじじいにさそう君いかんよとかさあのタオルのままとかさでもたまにそういう人変な人いるとなんか誰かがスタッフの人に言ってスタッフの人が来る男言って、はあ、あのね来るのが、うん、せいぜい、うん、若い兄ちゃんか、うん、おばちゃんスタッフなんだって <laughs> なんで男におばちゃんが来るの知るか <laughs> う,うちらの方ね女にはめちゃめちゃ普通におばちゃん来るけど、うん、ばあちゃんみたいな髪型しとる <laughs> あのあの茶髪のおばあが来るんだって、ね、おばあってもうさ男湯入ってもオッケーなさ生き物なのだってもう <laughs> 気にしんでしょなんかすごいよねどういうニュートラルな生き物の <laughs> あのねおばあはもうだからもうほぼ違うんだって性別の境目にいるんだって、ね、なんかねそれ問題問題になってたなんかお もちろん女用に男の人は入ってこないじゃんスタッフはね絶対に入ってこないじゃんけどなんかお男湯には女のおばさんのスタッフが入ってくることがあるって,書いて,あって余裕である本当でそれがなんかそのおばさんのスタッフ側は何とも思ってないんだけど、うん、おじさんその入ってる客としては男の子とかおじさん側としては恥ずかしいって書いてあってあそれはないです、ね、なんかとか嫌だって書いてあっておばさんが入ってくるのがそうなの 知らん別に何も嫌じゃないけどだからさそういう人がさたまに注意するんじゃないなんか「すいませんちょっとタオルつけてあまま入るのは」とか言って,ってじゃあそんなん言ったらこないださあれだよあのもうお風呂問題やけどこないださまた行ったじゃん温泉にそこので、うん、夜行ったらさ結構広いさ湯船のところで、まあ、人もそこそこいたんだけど なんかまあまあな小学校5年か4年ぐらいの女の子結構もう身長まあまああるぐらいの女の子が、うん、もう泳いじゃってんのよ。えとか言ってでその子がこう何多分わーって泳いでお湯を揺らすわかるかななんかもうだからそこ入ったらなんかずっと揺れてて気持ち悪いんだってなんかもうさ なんか船,の船に乗ってるみたいなもしくは海の中に入ってるみたいなずっと波がふわん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 ってくるのねでそれはその女の子がめちゃくちゃガチで泳いでるわけじゃないんだけどでもなんかこう波立ててるの泳いで足でバシャバシャやったりあとなんかこの体でこう泳ぎをやってでお母さんが「ダメだよ」って言ってても「はっはハハハ」とか言ってやってすごいさもうその。 広い温泉ごと、もう海になっちゃってるの、もう波が出て、もうね、つまみ出してやりたかった、あいつ、だからその広いね、湯船で、もう、あの、湯船を水,水泳む、無、無、無じゃない、水泳じゃないな、もう海、海、もしくは湖化してる女の子がいて、もうね、あね入ってるみんなね、ちょっと酔ってたのも、うんな気持ち悪かったもん、もう、グわん、グわんって、ずっとね、めまいがするみたいな、変な揺れが来るのね、うんそ、その女の子のせいで。 あれちょっとお母さんあの子のお母さんちょっとあの何ちょっと説教したかった何してるんですかあなたってでその子たちがその親子が出てしばらくしてやっと20分ぐらいしてやっと波が収まって結構な波だったよ本当どんな <laughs> どんな揺らし方したのって思ったもん まあね、なかなかね、日本のお風呂のマナーって、海外の人には分からないかもしれないけど、かかいもなどうしてそんな大きなお風呂にみんなで入るのかとかさ、大体 <laughs>、うん、なんでそんな外にお風呂に入りに行くのかっていうのが、もしかしたらあんまり分からないかもしれないけど、まあね、これはまあ日本人っていうか、ね、なんかこう文化だもんね,まあね。しかも真っ裸でね、例えばさ、トルコとかさ、ギリシャだっけ、あの辺はさ、なんかあるじゃん、温泉。でもみんなある 視界は温泉じゃないかでもなんかある,あるよ温泉司会はただの海だぞ <laughs> そうそうそうでもなんか温泉があって、うん、水着でみんな入ってるへえ<ー>温泉ってさだって他にもあるよコロラドにもあるって言ってたもんコロラドスプリングスあ厳密に言えばどこでもあるよ火山があればそう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 ,そう日本はまあは火山異常になる火山大国だからまあねあとそれを裸で入るっていうね、うんまあ、それは 本当に日本人の文化ですからまあでも温泉体にいいからね本当にわかりやすく次の日疲れが取れてるもんねそれ俺知らんけどほんとそうあのサウナ行ってふったおりそうになるだけだからねふん、はい、ですので日本のね日本に訪れた際はぜひそう銭湯<の>に来た際はっ、はい、とまずねスンドゥブの暑さに気をつけてくださいはいあのほんと下手したらマジでトラウマになるんでマジ気をつけてくださいあの水を片手にぜひ挑戦してみてくださいス,スンドゥブはい あとあのサウナサウナはいいけどサウナの注意点はこの間言ったねだけどあの温泉大きなお風呂に入るときはまずタオルをつけないこと、はい、あとあの何泳がない当たり前ですねあのよく本当にあのああいうとこにマナー書いてあるんで <laughs> そう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 そ,うそれをねよく読んで外国人の人ちょいちょいいるよ、はい でちゃんとね守ってるしいや、ま、だ外国人の方だからこそやっぱきちんとねそうしっかりきっちりきっちりきっちり、うん、あとタトゥーねタトゥーが入ってるとタトゥーねタトゥーダメなんですよ、ね、タタトゥーさ場所によらないラックスパワーケーとかだ全部全部ダメ,ダメ,ダメタトゥーダメなんだって<の>じゃあもうめちゃくちゃ入れちゃってる人どうするの知らないちょっと来たごめんなさいってねシールその上にシールとか貼るのかなシールもダメですダメなの タトゥーがダメな意味はよくわかんないんだけどそうなんかね日本人タトゥーなんだっけあれだよねっていう、ね、話は後日あのしますのでまあねはいお楽しみタトゥー問題をなんとかなったら皆さんまたねタトゥーない人は温泉を楽しみに来てくださいはいはいじゃあ今回もスクリプトがウェブサイトの方から見ることができますので皆さん勉強の方に活用してみてください、はいえー、チャンネル登録高評価 えー、それからねコメント欄に何か意見や、えー、アドバイスそれからねリクエストなどもね送っていただければそっちのも拝見してさせていただけますのでぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それから私たちに、えー、話してほしいことそして私たちに聞いてみたいことなどあればぜひメッセージお待ちしております。